はい。それでは続きまして、ステップ3学共同について、ご説明いたします。よろしくお願いいたします。最初の、JST の概要等は、トライアウト、でご説明ありましたので、少し割愛させていただきます。ステップについて、目的のところに関しては、先ほどトライアウトで、ご説明いただいた通りですけれども、大学などで生まれた科学技術に関する研究成果を国民経済上重要な技術として実用化することで、研究成果の社会還元を目指す技術移転プログラムというふうになってございます。これからご紹介するですね、産学共同は育成型と呼ばれるものと本格型と呼ばれるもの、2つメニューがございますので、後ほどそれぞれ紹介したいと思います。支援内容につきまして、ここの真ん中のですね、トライアウト、産学共同ですね、について、このような概要となっております。これはまた後ほどご説明いたします。令和4年度公募について、ご説明いたします。産学共同については、開始はトライアウトと同様で、3月29日から募集を開始しております。締め切りが5月17日となっております。トライアウトより2日早くなっておりますので、ご留意ください。選考期間はですね、5月下旬から書類選考、7月に面接選考を経て、研究開始予定は10月1日を予定しております。採択予定件数、育成型は40課題程度、本格型は15課題程度となります。こちらの方もですね、応募の内容によってですね、件数と上下することはございますので、ご留意ください。続きまして、令和4年度の公募のポイントですけれども、こちらもトライアウトで出てきている部分ございますけれども、産学共同の方でもですね、自然科学と人文科学の融合による、総合知を活用したですね、提案も期待しているというところになっています。また、同様にですね、デジタル田園都市構想の実現に向けて、デジタル実装を通じてですね、地域が抱える課題の解決に資する、研究開発の提案を期待してございます。あと、最後、本格型に、要件の一部、柔軟化とありますけれども、これは後ほどご紹介させていただきます。こちらも、各校の、応募採択状況ということになります。育成型は令和2年度から募集を開始しておりまして、令和2年度はですね、大体8.7倍ぐらいという倍率になってございます。本格型に関しては5倍前後ですね、を推移しているという状況になってございます。それでは、それぞれのですね、メニューについて、これから紹介していきたいと思います。まずは、育成型の、説明となります。育成型の概要ですけれども、まず目的ですけれども、大学などにおけるですね、基礎研究成果について、学と産のマッチングを行って、将来的な社会実装に向けた研究、共同研究体制のですね、構築を目指していただきたいというのが目的になっております。ですので、先生方の方にですね、研究開発を推進していただくとともにですね、企業ニーズの把握であるとか、知財形成などを行っていただくことによってですね、企業との共同研究につながるような成果をですね、得ることが目的というふうになっております。狙いとしましては、育成型が終了した段階でですね、可能であれば、育成型の次にご紹介するですね、本格型へ、応募ができるようなですね、産学の共同研究体制を構築していただきたいというところが、JST としての、期待というところになっています。で、実用化に向けた、研究開発を継続することで、イノベーションの創出、あるいは SDGs などの、国際的な目標達成への貢献というようなところにつながることを期待しております。で、研究開発体制については次で、ご紹介させていただきます。育成型の仕組みですけれども、こちらの方が、左側の方がですね、模式になっております。まず研究開発チームですけれども、大学などのですね、単独の研究機関でも構いませんし、複数の大学などからなる複数の、機関からの研究開発チーム、でもございます。どちらでも問題ございません。ただしですね、ここに、記載しておりますけれども、企業の参加はこのチームの中では不可としております。
先ほどトライアウトではですね、必要に応じて、JST と企業で委託研究契約を締結することが可能でしたけれども、育成型の場合は、JST と企業の間で委託研究契約を締結することは、できませんので、そこだけご留意いただければと思います。で、研究開発費の方はですね、年額で、上限1500万円というふうになってございます。で、これは間接経費を含んだ額になっています。また、初年度ですね、先ほど10月1日から開始という予定としておりますので、初年度は750万円が上限というふうになります。で、実施期間は最長3年度、2年半ですね、それが最長という形になります。あと、こちらに推進アドバイザーという、文言がございますけれども、採択、させていただきました課題には、最低お一人ですね、推進アドバイザーという人材をですね、配置させていただきます。研究開発の方向性等についてアドバイス等を、させていただくというところになります。また、企業探索、あるいは、そのマッチングにつきましても、研究機関で行っていただくということも重要ですけれども、JST の方でもサポートさせていただくということをご用意しております。続きまして、募集分野、プログラムオフィサーですけれども、先ほどトライアウトでもありました通り、STEP に関して言えば、様々なですね、幅広い分野からのご提案をお待ちしております。で、医療分野が対象外というところは、トライアウトと同様になります。で、育成型の場合ですね、応募に際してですね、選考に際してですね、この3つの分野に、分けて審査を行います。ですので、応募に際してはですね、どの分野で審査してほしいかというようなところを選んでいただくという形になっております。で、それぞれの分野にプログラムオフィサーの方々が現在いらっしゃいますという形になっております。で、また、公募要領の方にですね、プログラムオフィサーの方針というものも載せておりますので、ご参考にしていただければと思います。続きまして、課題提案の要件ですけれども、以下を満たしていることということですけれども、まあ当然ですけれども、応募時点で大学などにおける新規性優位性のある基礎研究の成果が存在すること。2点目としては、研究者が想定する社会的経済的課題と、まあその解決アイデアですね、が提示されていることということになります。続きまして、課題提案者の要件ですけれども、こちらもですね、その先ほどの課題要件のところで出てきた技術シリーズの創出に関わったものであることというのが要件になります。あと、研究開発の実施期間中ですね、国内の大学などに所属している研究者で、かつ担当者として JST と契約が締結することが可能であること。あとは、研究倫理講習に関する教育プログラムを終了していること。この3つが課題提案者の要件となってございます。続きまして、選考の観点ですけれども、育成型は4つございます。観点の名称としてはですね、トライアウトと共通になっております。技術シリーズの新規性、優位性、イノベーションインパクトっていうのがまず最初の2つになります。技術シリーズに新規性、優位性、あるいは独創性という、あるいは有用性ですね、っていうところが認められるかどうか。あと、研究者が想定するですね、社会実装を実現したときに、どのような、インパクト波及効果が期待できるかというようなところが、観点となります。で残り2つは、研究開発の目標、育成型での、研究開発の目標と、その目標を達成するための、計画が可能なものか、妥当かどうかというようなところが、評価の観点というふうになってございます。以上、簡単ですけれども、育成型のご紹介になります。で続きまして、本格型のですね、ご紹介を、したいと思います。まず本格型の、概要ですけれども、こちらの方は育成型と異なりまして、大学などの、技術シリーズですね、の可能性検証及び実用性の検証のために、産学共同での、本格的な研究開発を実施していただくということになります。で、その結果ですね、中核となる技術の構築、あるいは中核技術の構築に資するような成果ですね、そういうのを得てくださいというのが目的となってございます。
で、狙いにし、としましては、その得られた成果をもとにですね、さらに企業において、産学共同でも構いませんけれども、企業においてですね、実用化に向けた研究開発を継続していただけるような、研究成果を、出していただくというのが、GST としての狙いとなっております。で、最終的には、イノベーション創出等に関しては、育成型同様ということになります。研究開発体制については次のページでご紹介いたします。本格型のこちらの方が仕組みになってございます。こちらは先ほどの育成型と異なりまして、産学共同での研究チームという形になります。で、最低限企業1社と研究機関ですね、研究者がいるというチームが最低の条件になっております。で、その他、大学など、企業などが、さらに追加して、複数の3機関以上のですね、研究チーム、でもですね、問題はございません。そちらはここに書いてある通りになっております。で、このチームのですね、代表者はですね、必ず企業側になります。プロジェクトリーダーが必ず企業側の責任者の方になるというのが、本格型、の特徴になっています。研究開発費に関しては、上限1億円年額ですね、を想定しております。上限となっております。で、これも間接経費を含む。で、また初年度ですね、これが半分になるということは、育成型と同様になります。で、実施期間、最長6年度となってございます。これ昨年度までは最長5年度、がですね、実施期間最長なんでしたけれども、今年度から、令和4年度からはですね、最長6年度までというふうにしております。で、また、フィジビリティスタディ、としてですね、選考の結果の採択させていただくという場合がございます。こちらは、このような形で採択した場合は、ご提案いただいた中の一部の項目をですね、短期間で行っていただくというような形で採択させていただくこともあり得るという形になります。で、契約に関しては、JST と各機関で1対1で、契約を結びます。企業と JST、大学などと JST という形で契約を結ばさせていただきます。で、このチームの間でですね、共同研究契約を結んでおいてくださいという形になります。で、共同研究契約の方はですね、採択に当たって結んでいただくという形になりますので、応募時点で締結している応募要件にはなってございませんので、採択になったら速やかに締結をしてくださいということになります。資金タイプにつきましては、マッチングファンド形式という、ちょっと変わった形式をとっていますので、これは後ほどご紹介させていただきます。で、続きまして、期待する、予算規模というのについて、ご紹介します。先ほどの年額の研究開発費上限1億円というふうに申し上げましたけれども、令和4年度、公募においてはですね、より多くの課題提案、研究提案にですね、実施の機会を与えたいという観点から、年額としては3000万円程度、総額としてはですね、2000万から1億円程度の研究提案を期待しています。あくまで期待していますになりますので、当然ですね、どうしても1億円以上の研究費がどうしてもかかるというご提案であれば、上限のこの期待する額を超えてもですね、ご提案は可能ですけれども、可能であれば、この期待する範囲内でいただけると幸いです。続きまして、募集分野、プログラム示唆、ですけれども、育成型と異なりまして、分野が4つに分かれております。で、それぞれに、プログラム示唆の方がいらっしゃるという形になっています。こちらも育成型と同様ですね、プログラム示唆の方針を示しております。で、応募に際しては、どの分野でですね、応募していただくか、評価していただくかというところを選んでいただくという形になっています。で、続きまして、課題提案の要件になります。で、こちらがですね、令和3年度までと、変わったところになっております。下線を引いてあるところ、になりますけれども、応募時点で大学などの研究成果に基づく技術シーズが存在していることということは変わらないんですけれども、その技術シーズの内容がですね、変わっております。
令和3年度まではですね、具体的に知的財産ということで、特許の場合は出願されていることというのが要件となっておりました。ですので、出願されてない、研究成果はあるんだけれども、まだ出願に至っていないという場合は、昨年度までですと、不受理という形になっておりますけれども、それを少し柔軟化しております。こちらの方、原則として、特許権などの知的財産権で確保されていることというのは期待しているという状況になっていますので、原則としては、これまで同様知的財産特許などがですね、あるのが、望ましいと。ですけれども、ただ、なくてもですね、ご応募可能になっています。ただ、その際ですね、特許がある場合も同様なんですけれども、既に保有しているかどうかに関わらずですね、知的財産戦略においてですね、競争優位性を、どのように確保していくかというところを、記載していただくところがございますので、そこのところで、十分にですね、アピールしていただくというところが必要になってきます。ということで、少し、従来不受理にしていたものを、受付で選考させていただくという形に変わっております。あと、技術シーズの可能性、実用性を検証するための、具体的な研究開発計画が立案されていることということと、達成すべき目標は明確にされていることということです。あとは、企業と大学等に所属する研究責任者の連名でのご提案であることということになります。続きまして、課題提案者の要件になりますけれども、まず企業側の要件になりますけれども、こちらの方もですね、研究開発を行っている日本の法人格を有する民間企業の方に条件されている方というのが要件となっています。ですので、日本の法人格を、有するというところが条件になりますので、お気をつけいただければと思います。あと、研究倫理に関する教育プログラムを受講終了しているのは同様です。研究責任者の方は、先ほど課題提案の要件でできました技術シーズンの創出に関わったものであること。あと、育成型と同様にですね、日本国内の大学などに所属している研究者で、JST と委託研究契約締結が可能なものであること。あと、研究倫理に関する教育プログラムを受講終了していることということが要件になります。続きまして、選考の観点ですけれども、本格型の場合は6つございます。最初の4つは、育成型と同様の項目となっております。技術シーズンの新規性、優位性、イノベーションインパクトというところは同様でございます。研究開発の目標ですね、研究開発の計画というところもですね、同様でございます。あと、本格型に追加されている選考の観点としてはビジネスメリットというところで、ターゲット市場、あるいは市場動向が分析されているかどうかというようなところが、選考、評価の対象となってきます。で、また先ほど応募要件のところで出てきました知的財産戦略ですね。そちらの方、競争優位性を保つための知的財産戦略が具体的に検討されているかどうかというところ。特に技術シーズンの知的財産戦略における位置づけなどですね。そういうところを検査していただくという形になります。で続きまして、マッチングファンド形式についてご説明いたします。こちらの方ですね、少し変わった形式となっておりまして、JST の委託費を企業が使う場合ですね、その場合にはですね、企業が課題の実施にあたって自ら支出する研究開発費、ここで自己資金と A ステップで呼んでおりますけれども、それと、JST の委託費がですね、同額か企業の自己資金が多いというのが条件になってきます。でただし、ここにマッチング係数というものがありますので、自己資金、に対してですね、上ずることができますので、実際には JST の委託費の方が多くなるという仕組みになってございます。マッチング係数はここに書いてある通り、資本、企業のですね、資本金によって決まってきます。10億円を超える企業は1倍ということなので、1対1という形になります。資本金がですね、10億円以下の企業であればですね、2倍になりますので、企業1に対して JST は、最大2まで、その企業に委託費を支出することが可能になります。で、さらに1億円以下の企業であればですね、3倍ですので、企業1に対して、JST が最大3と。という形になります。で、設立10年以内の企業に関しては資本金の額に関係なく3倍という形になっています。
これはあくまで、企業に JST の委託費が行く場合ですので、大学などに行く委託研究費は、このマッチングファンドの対象外となります。で、こちらの方、飛ばさせていただきますけれども、自己資金としてですね、計上可能な金額としては、JST の、これからご紹介しますけれども、委託研究費の直接経費に相当する経費が、まあ、主なものになります。それ以外にも、このようなものが出せるということになります。で、マッチングファンドを、例示したものがこちらになっております。自己資金が左側、JST の委託費が右側となっております。で、それぞれの、企業の資本金に応じて、自己資金と、委託費の、比率が決まってくるという形になります。あとよくお問い合わせを受けるのはですね、ここの JST の委託費、大学に行く分、企業に行く分、どういう割合でしたらいいですかというお問い合わせを受けますけれども、ここ特に制限がございません。どっちも多くなっても構いません。というふうになってございます。続きまして、産学協同のですね、共通事項ということで、ご紹介いたします。eLAD は先ほどですね、トライアウトでもございましたけれども、応募は eLAD を使用するという形になります。で、特に、事前にですね、所属機関の登録が必要ということで、大学などの研究機関の皆様はもう当然ご登録されているかと思いますけれども、企業の方でですね、登録されてない方は、早めにですね、ご登録いただく、必要がございます。で、応募方法、今申し上げた通りですね、eLADのみとなっております。課題提案書をですね、郵送等を送っていただいても受理はいたしませんので、ご注意ください。で、研究倫理に関するですね、教育プログラムの受講終了ということについてですけれども、すでに、過去ですね、JST 指定の単元等、受講されている方は、全然問題ございませんけれども、一回も受講終了したことがないという方は、ダイジェスト版をご用意していますので、こちらの方から受講していただければ、応募の時点ではこれで問題ございません。選考の流れですけれども、育成型、本格型、ともにですね、書類選考、面接選考の2段階となります。で、面接選考の結果ですね、最終的な選考を経て、さらに研究計画等の調整をさせていただくという形になって、この調整が合意できた場合ですね、採択という形になります。選考結果の通知ですけれども、面接選考の通知ですね、こちらの方は、課題提案者ですね、に、電子メールで通知いたします。本格型の場合であれば、企業責任者の方、育成型の場合であれば、研究責任者の方に電子メールで通知いたします。で、選考結果の通知ですね。歳費に関わらず、eLAD経由で通知をいたします。課題推進の流れにつきましては、このようになっております。選考採択を経てですね、研究開発を開始という形になります。で、開発、研究開発開始して、おおむね1年程度、経った段階で中間評価をさせていただく。ことになります。これは育成型、本格型、ともに同様となってございます。で、中間評価の結果ですね、非常に、例えば新宿等を回しくなくて改善する見込みもないという場合はですね、課題の中止等の判断もあり得るということになります。で、研究開発が終了した後は、自己評価、あと、一定期間経過した後、追跡調査ということになります。研究開発費につきましては、これは競争的資金制度で共通ですので、費目としては物品、肥料費、人件費、借金、その他ということになってございます。あと、産学共同の場合ですね、人件費の取り扱いで一部、条件がございます。人件費、借金の合計がですね、原則として、直接経費総額の 50% 以内というふうにさせていただいております。ただ、プログラムの開発であるとかですね、ライフ系みたいに人海戦術でやる必要があるということで、どうしても人件費がかかってしまうということであればですね、それは課題提案書にその旨、ご記載していただいて、50% を超えるご提案をいただくということも可能です。
で、続きまして、特許関連経費ですね。通常特許関連経費は、後でご紹介する間接経費で、支出してくださいということになっていますけれども、大学等に限りですね、一部要件満たしているという条件で、支出可能となっておりますので、ご検討いただければと思います。続きまして、直接経費として、専従義務の緩和、研究代表者ですね、大学等の研究代表者の人件費、あとは大学等のですね、直接経費から研究以外の業務を代行していただくと、いわゆるバイアウト制ですね、支出可能となっておりますので、詳細はこちらの方、URL の方からご確認いただければと思います。続きまして、間接経費ですけれども、こちらの方、研究の開発の実施に伴う、研究開発機関の管理等に必要な経費ということで、直接経費の30%を上限に支出ということになります。ただ、国立大学などですね、大学などは基本的には30%というふうになります。企業の場合はですね、30%を上限ですので、必要に応じて、決めていただければ結構です。あと、続きまして、詳細はですね、公募要領の方、ご確認いただければと思いますが、研究機関における、管理監査のガイドラインというものがございます。で、このガイドラインにですね、基づいて体制整備等のですね、自己チェックリストというのを、提出する必要がございます。で、これがですね、提出されていないとですね、JST と契約ができなくなりますので、提出をお願いいたします。令和4年度、のチェックリスト、4月1日以降、文部科学省から出ますので、そちらをダウンロードして、契約締結日前の指定する期日とございますけれども、10月1日開始ですと、例年8月中旬頃がこの期日になりますので、それまでにお出しいただくという形になります。もう一つ、研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインというものがございます。で、こちらもですね、チェックリストの提出、先ほどの公的研究費の、管理監査のガイドラインと同様ございます。で、こちらも、指定するですね、これも大体8月中旬頃になると思いますけれども、ご提出いただくということになります。研究倫理教材の、受講終了についてということです。で、応募に際してはですね、研究代表者の方、研究責任者、企業責任者の方がですね、受講していればいいという形になりましたけれども、採択後は原則として、すべての研究参加者に対して、JST が指定する単元をですね、受講終了していただくことを義務付けておりますので、よろしくお願いいたします。あと、オープンアクセス、データマネジメントについては、この通りになっております。詳細の方はですね、公募要領の方をご覧いただければと思います。続きまして、利益相反マネジメントの実施ということで、3つ JST の方で設けております。選考に関わるものの利益相反マネジメントということで、研究開発担当者と、選考に関わるものの利害関係ということになっております。A ステップのウェブサイトの方にですね、PO およびアドバイザーの氏名がですね、公表されておりますので、もし利害関係に相当するということがあればですね、申告書にその旨を記載いただくようにお願いいたします。あと、研究開発担当者との利益相反マネジメントということで、研究開発担当者とその、ものに関係ある機関との利害関係ということで、よくあるケースとしては、研究責任者の方と大学の等の先生と、その先生の成果をもとに設立されたベンチャー企業ですね、そのような方々、そのような関係ですね、がございます。で、本格型が、それに相当しますけれども、本格型の場合は、応募自体はそれ、そういう状態であっても、応募はか、あの、することは可能です。で、当然ですけれども、それぞれの機関において利益相反、マネジメントが可能であることというのが前提となりますので、ご留意ください。あとは、JST と、の利益相反マネジメントということで、JST と、JST 側の出資している企業がございますので、その間の利害関係というものもあります。あと、安全保障輸出貿易については、トライアウトでもありましたけれども、企業等は、当然ですね、従来から、
対処されているというふうに考えておりますけれども、大学等でも同様に必要となりますので、ご利用いただければと思います。あと、研究機関における、研究インテグリティの確保というところにおいてもですね、オープン化を推進していくというところもありますけれども、その一方で、研究インテグリティの確保が重要になってきているというところもございますので、研究機関の方においてですね、対応していくということが必要になります。あとはこれ、トライアウトと同様ですけれども、研究施設、設備のですね、共用、異分野融合との環境整備を促進しておりますので、積極的に活用していただきたいというところと、あと JST と、公営研との連携ということで、優遇等がございますので、ご参照いただければと思います。最後になりますけれども、ASTEP のお問い合わせ先ということで、産学共同につきましては、研究支援グループ、というところになります。ASTEP@jst.gojp が、お問い合わせアドレスになりますので、こちらの方に、ご相談いただければと思います。説明は以上となります。どうもありがとうございました。はい。それでは、今、ご質問いただいているですね、ところ、について、ですけれども、ですね。まずですね、応募時点で候補となる企業が、育成型の、お問い合わせかと思いますけれども、候補となる企業の決まっている場合でも結構ですし、まだ全然企業様とですね、お話ししたこともないというご提案でも全然問題ございません。それはどちらでも構いません。ということになります。であと、本格型への応募を検討していますが、育成型は実施していないということは採択に影響しますかというところですけれども、こちらの方、ステップの方はですね、どのメニューからでも応募可能というふうにしていますので、育成型をやっていないと本格型で採択に不利になるというようなことはございません。であとですね。そうですね。医療分野についてですけれども、人用が対象外で動物用は対象ないという認識であっておりますでしょうか。というところですけれども、その通りです。動物用の医薬品は、受け付けておりますので応募可能です。そうですね。はい。育成型に応募する際、企業の方に研究協力者となっていただくことは問題ありませんかということですけれども、協力者として、なること自体は、はい、全然問題ございません。ただ、先ほど育成型の方の、課題の、仕組みのところで申し上げましたけれども、その企業とですね、JST の方で直接委託研究、契約は結べませんので、そこだけご注意いただければと思います。で、またですね、大学と、からですね、企業の方に、研究を採択することということもできませんので、ご注意ください。当然、物品のですね、発注とか、そういう、契約の主体は大丈夫なんですけれども、研究そのものをですね、採択するということはちょっとできませんので、ご注意いただければと思います。とですね、育成型の研究者の要件で、年齢や役職等ございますでしょうかというところございますが、特に、年齢のですね、制限等はございません。また役職もですね、ございませんが、先ほどですね、課題提案者の要件ということで、ちょっと役職によってはですね、JST と研究機関で委託研究契約を結べないという役職の方がたまにいらっしゃいますので、それはご所属のですね、研究機関に委託研究契約を結べるかどうかというところを確認していただければと思います。あと、トライアウトとですね、産学共同の両方に応募は可能でしょうかというお問い合わせ、あれ、これも答えていないですね。はい。ということですけども、トライアウトとですね、
産学共同、例えば育成型に応募する。それは可能です。で、ただ同じ内容でですね、ご提案いただいた場合はですね、当然ですけども、両方採択されるということはないので、ご利用いただければと思います。あと、説明はですね、ちょっと省いてしまったんですけれども、産学共同のですね、育成型、本格型ですけれども、それぞれですね、研究責任者の方がご応募できるのは、それぞれ1件ずつという形になります。育成型であれば、育成型の中で研究責任者として応募できるのは1件まで、本格型で、研究責任者、あるいは企業責任者として応募できるのは1件までとなっておりますので、ご利用ください。で、また、トライアウトと産学共同も同様ですけれども、育成型と、本格型への、ご応募を両方するということも、可能になってございます。ですね。あとは、ですね、研究責任者の、人件費は出せますかというご質問ですけども、それは先ほどですね、PI 人件費というところで、出せるようになってございます。A ステップにですね、かける A 法とのですね、までを、その条件ですね。例えば20%、という A 法と A ステップの、方で、レポートかけているということであれば、その方の人件費の20%ということまでは支出可能でございます。で、あと、そうですね。あと、そうですね。マッチング係数の問い合わせですけれども、10億円以上のですね、大企業の資本が100%入っている子会社に対するマッチング係数はどうなるでしょうかという。ことですけども、これは、ね、よくある、100%子会社の場合ですけれども、これは親の企業のマッチング係数にはなりません。その100%子会社の資本金の、額によってマッチング係数が決まります。そうですね。あとは、参加者として、大学院生を記載可能でしょうかということで、これは可能になってございます。学生さん、大学院生になりますので、当然ですね、主費と守秘義務等に関してですね、教員と、同様な守秘費を貸していただくというような条件がございますけれども、大学院生等でも、学生さんでもですね、参加者として記載可能になってございます。で、ですね、あともう一つ、疾患的にもう一つですかね。トライアウトにて、企業とすでにマッチングしている課題について、産学共同で応募する場合、原則育成型で本格型で応募すべきという理解であっていますかということですけれども、ここはなかなか難しいところではあります。そうですね。そのすでに企業さんがもうかなり自分たちでもやりたいということで、そのマッチングファンド形式での状況でやれるということであればですね、本格型の方にご応募いただくっていう方がですね、スッキリはするかと思います。で、一方ですね、育成型の場合は、トライアウトと、研究の、フェーズに関してはほぼ似たような上流の方を担当しておりますけれども、トライアウトの説明、育成型の説明で、ありました通りですね、ちょっとそのアプローチの仕方が、異なっております。で、トライアウトの方はですね、企業目線というのは必ず応募地点に入るというのが、ある意味条件となっておりますけれども、産学共同の育成型の場合はですね、それはマストではないということになっています。むしろ研究者が想定する社会的経済的課題の解決というところですね。それを先生の研究成果を使ってということになりますので、シーズドリブンな要素がですね、育成型の方が多分に強くなっています。で、そこからどういうふうな連携を模索していくかというところが育成型になりますので、トライアウトでやられた内容をそのまま、育成型に持ってきてしまうと、その企業さんとただの共同研究という形になってしまいますので、ちょっとその育成型とはなかなか評価のところで合いづらいというところになるかなと思います。もう少しですね、その企業様とは
ちょうど研究を進めているんですけれども、例えば他の、用途、あるいは分野にも展開しているような研究成果なので、その幅を広げたいというようなご提案であればですね、トライアスで実施した課題のですね、継続という形でですね、育成型に合合するということも可能かと思います。以上ですね、ちょっとお時間が来ましたので、まだお答えできていないものも多いんですけれども、説明、質問への回答は以上とさせていただければと思います。続きまして、最後ですね、簡単なんですけれども、未定となっておりますですね、企業主体の公募予告に関して、簡単にご紹介させていただきます。少しお時間いただければと思います。ステップのですね、企業主体の令和4年度公募予告ということで、現状ですね、まだ検討中という段階ですので、まだ暫定、のものになりますので、これからもさらに、内容とは変わる可能性がございますので、ご利用いただければと思います。こちらは、ASTEP の支援内容ということで、先ほど出しておりますけれども、ここのところに関しては検討中というふうになってございます。で、令和4年度公募のポイントということで、現在公募して、検討している内容としまして、イノベーション創出における大学発ベンチャーなどの企業の重要性の高まりを受け、ベンチャー企業、中小企業などによるハイリスク、ハイインパクトな課題の支援を目的とするというふうに、少し制度を改めるという形になってございます。で、令和3年度までですね、から、令和4年度に関しては、このような変更点を予定しています。支援対象企業としては、ベンチャー企業等に限定するという形になっております。令和3年度までですね、企業主体の方、返済型というものがございましたが、そちらは特に企業の規模に関してですね、制限はございませんでした。ですが、令和4年度から、ベンチャー企業等に限定するという形になってございます。で、応募時のですね、財務条件、に関しては、令和3年度までは結構厳しい財務条件をですね、掲げておりましたけれども、対象等をですね、限定することに伴ってですね、こちらの要件もですね、緩和するという予定でございます。で、公募選考のスキームですけれども、こちらの方ですね、事前に、企業主体のですね、担当の方の応募相談が必須というふうなことを考えてございます。あと、技術シーズ特許ですけれども、こちらの方に関してもですね、昨年度までは、大学等の技術シーズをですね、一度 JST に独占的通常実施権を設定していただいて、JST から、申請していった企業に再度、通常実施権を設定するという仕組みになっていましたが、それを JST の、の実施権設定を廃止するという予定でございます。あと、技術シーズの対象につきましては、特許以外の知的財産権ですね、今拡大していくということで、まあ、特許も当然、従来通りでありますけれども、それ以外のものもですね、対象していくというようなことを今、検討してございます。ですので、令和4年度にはですね、企業主体の方は、ベンチャー企業などによる大学などの技術シーズの社会実装を目指す開発に対して、有志的に研究開発を行うという制度に、変わるということになります。仕組みの方は、こちらの方になってございます。JST の方、になりまして、開発実施企業、大学等になります。従来ですと、先ほど申し上げたとおり、大学等の技術シーズンの実施権は一度 JST に預けて、そこから企業に通常実施権を設定するという形になりましたけど、それはなくなりますので、直接、了承と、あるいは実施権設定と直接やっていただくという形に変わります。でそれ以外のところはですね、従来の返済型と変わっていない、ところですけれども、金額、期間に関してはまだ現在検討中ですけれども、総額として数億円程度、期間の方はですね、まだ検討中でございます。で、資金タイプに関してはですね、ここは返済型と、
というところで変わってはございません。研究開発終了後ですね、無利子ではありますけれども、免許にて返済いただくというところは従来通りになっています。で、目標達成した場合は、返済していただく。残念ながら目標を達成できなかった場合は、10%、JST を支出した10、あの、委託の10%を一括返済していただくということで、リスクヘッジ、JST の方がするというようなところになってございます。令和4年の公募、予定ですけれども、公募開始、まだ、はっきりしておりませんけれども、上半期中ですね、には開始したいと思っております。公募、研究開発の開始の方はですね、年を明けた、令和5年1月以降を予定しております。で、公募前でもですね、起業したような方も、お問い合わせ可能です。メールの方はですね、こちらの方になります。先ほどですね、トライアウト、産学協同の、お問い合わせの一覧の一番下ですね、のところが、起業主体になっておりますので、そちらの方に、お問い合わせいただければと思います。簡単ですけれども、以上となります。